はい、皆さんこんにちは。ゴーゴーフィッシングのナブです。今回はジグパラサーフはサーフ以外、つまり堤防や小磯などでどうなのかについてです。それはサーフ以外でも釣れるだろうと思われるかもしれませんが、大きいサイズも釣れてます。水中映像もありますので、そういう言わず見てやってください。このチャンネルではショアジギング中心にヒットパターンや、こうやったらどうなるのかの実験検証などを中心にアップしています。チャンネル登録お願いいたします。ナブちゃん、Oh, no, God!
最初。なんか食った。テーラーっぽいのが食いました。あ、スマガツオですね。スマガツオが釣れました。スマガツオですね。おう結構下の方です。あのフォール中でしたね。落ちてる最中に。ナブちゃん。発売からもう数年経つので、もう皆さんすでに使われてるかもしれませんが、改めて簡単にジグパラサーフの特徴の復習です。
はい、このジグパラサーフ専用に設計されたんでしょうけれども、普通にこういう堤防みたいなところでもものすごくよく釣れます。普通のタイプのジグですとかスロー系のジグとかで全然釣れない時に違った動きを出せる、これですごく釣果が上がる時がよくあります。いつもタックルボックスに忍ばせておきたいジグだと思います。ご視聴ありがとうございました。素人なりの、ヒットパターンをいろいろ今後もアップしていきたいと思います。よろしければ登録お願いします。